ティバートンはアメリカ合衆国ロードアイランド州の東部ニューポート郡の東側に位置する町である。2010年の国勢調査では人口15,780人であり、州内の市長を合わせて第25位だった。ホートバートンからティバートンを望むティバートンは1694年にイングランド人開拓者によってマサチューセッツ湾植民地の一部に組み込まれた。 1746年、ロードアイランド植民地とマサチューセッツ湾植民地との間に長く続いていた、境界紛争を最終的に決着させる過程で、王室布告によりロードアイランド植民地に併合された。この時、ナラガンセット湾の東岸に沿ってあるバーリントン、ブリストル、リトル・コンプトンの各町と、プロビデンス市の北にあるカンバーランド町もロードアイランド植民地に入った。 ティバートンはロードアイランド植民地の町として1747年に法人化された。この年までマサチューセッツにあるイーストフリータウンも外郭地として支配していた。1746年の境界最終決着によってイーストフリータウンはマサチューセッツの管轄となり、1747年にはフリータウン庁に買収された。 ティバートンの外郭地にいた男たちは、アメリカ独立戦争中の1778年5月25日のフリータウンの戦いに参戦した。同月31日、キャンベル中佐指揮下の第22連隊約150名のイギリス正規兵の部隊がティバートンを攻撃した。リビングストンズガゼットの記事では、ティバートンのアメリカ民兵隊がイギリス軍への攻撃を準備しているという情報に、 基づいて、イギリス軍が先制攻撃を行ったとしていた。しかし、ニューハンプシャーガゼットの別の報告では、民兵隊が準備された防衛陣地で待っていたことになっていた。この小戦闘の結果、イギリス兵2名が戦死し、他に数名が負傷した。ティバートン下流の工場では火事による物損があった。民兵隊の方には戦死者も負傷者も出なかった。 独立戦争中の1776年12月から1779年10月までのほぼ3年間、ロード島はイギリス軍によって占領されていた。この期間、ティバートンは占領から逃れたアメリカ人の逃避場となり、イギリス軍を排除するための植民地軍の集合場所だった。イギリス軍総司令官ヘンリー・クリントン将軍が、 1780年、サウスカロライナ侵略のためにその軍隊を集めた時に、ロード島占領軍は戦略的撤退を行った。ティバートンは、その設立初期に、主に農業社会であり、漁業や造船も、いくらか行われていた。1900年まで、漁業の副産品である、ニシン油が主要な工業製品になっていた。 1811年にはすでに綿と毛糸の工場が立ち上げられていた。ジョセフ・ダーフィ大佐がクック池で盲石工場を設立した。そこは現在マサチューセッツ州ホールリバー市になっている。1856年、ロードアイランド州議会により、町の北部が分離されてホールリバーと改名された。1862年3月1日、州と争った訴訟で、 アメリカ合衆国最高裁判所判決が出て、両州にあったフォールリバーがマサチューセッツ州のものとなり、宗教は現在のステートアベニュー近くに移された。ノースティバートンには以前にマークス・スタジアムというサッカー場があった。1920年代と1930年代初期、当時最も成功していたサッカーチームのフォールリバー・マークスマンが本拠地にしていた。 アメリカ合衆国でも最初期のサッカー専用スタジアムの例である。マークスマンが活動を中止した後、スタジアムは別の地元チームのホームグランドとして使われ、中でもホールリバー FC とポンタデルガライス C は有名である。1997年7月、マサチューセッツ州トーントンを本拠にするアメリカ国立気象局がティバートン・ナイストーンブリッジ・ビレッジに 共同運行観測所を設立した。ティバートンに SW と名付けられ、ティバートン町の公式気象記録書となっている。そのデータは、トントンの気象局とノースカロライナ州アシュビルの国立気候データセンターで集計されている。2006年時点で貿易事業が町の主要な雇用主になっている。20世紀の半ばから夏のリゾート地と住宅地として成長し、 また、ホールリバー市の郊外としても成長した。1960年代、ロードアイランド修道24号線が町の北部を通って建設され、サコネット川橋を通じて、ボストン市とニューポート市をつないだ。この橋は、ロードアイランド州交通省によって付け替えが計画されている。2002年、ティバートンの米通り地区で汚染土壌が発見された。2003年、 私有地の試験が始まった。汚染物質としてはヒ素、鉛、シアン化物が住民汚染ガイドラインを超えるレベルで見つかっている。住民は土壌を掘削することを禁じられている。ティバートン環境地区自覚委員会が地域社会のために活動している。この地区の資産価値は汚染と掘削の一時停止のために急落した。つまりこの地区の住人はその加算の価値を失ったことに、 なる。委員会の活動成果の一つとして、ロードアイランド州議会で環境で汚染された、加算所有者のローンプログラムを創設する法案を通したことであり、汚染のために、加算価値が急減した人々に貸し付けを行うものである。ロードアイランド州環境管理省が汚染を扱う、作業計画を策定している。ティバートンは、ナラガンセット湾の東岸にあり、アクイドネック島とは、 サコネット川を隔てた対岸になる。隣接するリトル・コンプトンの町とともに、ロードアイランド州の本体とは切り離された形になっている。町の北部はマウント・ホープ湾沿いにある。ティバートンはマサチューセッツ州ウェストポート町の西にあり、ホールリバー市の南に位置している。町の大半は南北方向に走る河口岸の尾根に沿ってあり、その標高は 湾から約170フィート立ち上がっている。露出した河口岩の大部分が、修道24号線の切り通し部分、メインロードインターチェンジ近くで観察できる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.3平方マイルであり、このうち陸地29.4平方マイル、水域は7.0平方マイルで、 水域率は19.16%である。ティバートン都市圏の北部はノースティバートンとなっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サコネット川の両岸には浜がある。年間を通じて洋風が強く吹いている。ティバートンの浜はフォグランドビーチであり、水難救助員がおり、水泳以外にも釣り、ハイキングとウォーキング。 野生生物と自然の観察にも使われている。クリネルの浜は優れたウィンドサーフィンができる場所であり、サコネットガーとポーツマス海岸の景観を楽しむことができる。更衣室、シャワー室、子供の遊戯場もある。フォグランドビーチの北の入り江は自然研究に都合の良い場所になっている。ティバートンには公立学校が5校ある。ポカセット小学校、 ポートバートン小学校、レンジャー小学校、ティバートン中学校、ティバートン高校である。町には独自の教育学区があり、さらに大きなニューポート軍学区に入っている。ティバートン高校には豊富なサッカーの歴史があり、トム・マレーという伝説的な存在がいた。マレーは1987年から1988年の終戦試験で優勝させた。カレッジでは、 オールアメリカンの選手となった。2008年にはコーチとして選手権に導いた。ありがとうございます。